で、今度はリアレンコアがどんな体に対する作用を持っているのかということのおさらいをしていきたいなと思うんですけれども、まあ、これも胸郭骨盤について、アライメントについて話し始めると、1日や2日は簡単に話せてしまうので、こちらで主催しているセミナーをまた見ていただければというふうに思います。もともとは脊椎の運動を正常化するというところを、どこから正常化を促していくのかということを考えたときに、まず基本となるのが骨盤を対象にする、胸郭を対象にする。で、対象と対象なものがお互いに同じ方向を向いて動くことによって、この腰椎の前腕がきれいに滑らかなカーブを描くと。で、ちょっとひねるだけでこんなカーブが尖った形になって折れ曲がったようになってしまうと。まあ、こんなことが繰り返されると、まあ、不安定性が起こったり、こちらには骨と関節面にストレスがかかったりというふうに、力の分散が不均一になっていくと。まあ、これ非常に概念的なんですけれども、こういったことを整えるということが、その脊椎のアライメントをコントロールするということの意味ということで、まあ、一番分かりやすい例ではないかなというふうには思っています。で、まあ、その結果どうなるか、椎間板症になったりとか、あるいはこのファセットジョイントのこう変形性関節症になったりだとか、まあ、若年者であれば分離症になったりとか、まあ、いろんな、まあ、トラブルが起こってくるわけですけども、その起こる前に運動を分散して力を分散するというのが、こちら、右から左方向への修正ということになります。で、そのためには骨盤と胸郭を整えるということが必要なんですけども、まあ、骨盤に起こりうるマルアライメント、これ起こりうると言ってるのは、実際にこんなに動くわけではない、動こうとする力が加わるというふうに理解してください。つまり、この全顎面の図で言うと、この矢印の方向に力が加わると、座骨が近づこうとして仙腸関節は開こうとする。その開こうとさせるような力が生じると、例えば多裂筋にこうストレスがかかったり、あるいは仙腸関節の骨幹仙腸靭帯にストレスがかかったりということで、それがいつか痛みに変わってくるという段階にこう移行しやすくなります。で、それをこう防ぐためには、この矢印の原因である外転筋の拘縮、癒着を取り除く、あるいは座骨が近づこうとする原因である骨盤底筋の癒着を取り除くということが必要ですし、あるいは仙腸関節を締めた状態、安定させた状態で股関節をアクティブに自動運動によって動かすことによって、癒着しつつあるようなところをしっかりと可能な限り自動運動で動かしていくといったようなことも可能になります。水平面のこれ寛骨の内旋というふうに呼んでますけれども、 ASIS が内側にこう引っ張られた状態というのは、PSIS が外側に開こうとしている力が生じているので、まあ、やはり仙腸関節の後部が理解しようとすると、まあ、つまりその力によって多裂筋は防御的に反応を起こしてしまうと、まあ、そういったことが想定されるわけです。それから寛骨が前後傾しているという状態も、前後傾すると PSIS が一側は上に行って反対側は下に行くという、こういう上下のズレが起こるので、この仙腸関節にもストレスが生じるというようなことですね。で、あとは尾骨が左に引っ張られたり右に引っ張られたりすると、この引っ張ってる原因は引っ張ってる側の癒着です。で、その結果、仙腸関節どちらかにストレスがかかったり、反対側の梨状筋だとか座骨神経に伸長ストレスが加わったりといったことが起こりやすくなります。まあ、そういったことを理解しながら、これらを想定しながら、都市的に力を加えて、痛みや可動域が軽減する、改善する方向を見つけていくという、まあ、疼痛緩和テストといったり、リアラインテストといったりもします。そういったことを行って、まあ、治療の方針を決めていくことができます。これは胸郭なんですけども、左右対称じゃない胸郭を持っている人が後屈をすると、まあ、こんな制限があるという状態、ちょっと左に回旋すると左右は対称になりますが、脊椎全体が回旋しているので制限が起こると。で、それに対して手で左右対称な胸郭を作ると、肋骨球を作ると、まあ、これだけでこういう可動域が改善するわけですね。こういったことも脊椎運動と胸郭のまあ、対称性、それから対称性だけではなくて、横に開こうとする能力、開く能力というのも重要ですし、あと鎖骨とこの第十肋骨の縦の距離が伸長されるということも重要になります。これがどれかが欠けていてもねじれていたり、非対称的であったり、あるいは開く能力がなかったり、上下に伸びる能力がなかったりといったようなことがあると、後屈が著しく制限されるということになってしまいます。で、それが先ほどの模型にあったような腰椎の一部にストレスがかかるということになります。リアラインコアを考えた時というのは、そもそもそういう対称性を獲得させるためにどうすればいいかなということで、手で行っていた対称化の操作をこういう器具に落とし込むというふうにして考えたもので、
胸郭に対しては前後に圧迫すると、この中位胸郭は外側に開こうとします。でその状態で深呼吸をしたりだとか後屈をしたりすると上下にも伸びてくるという効果が得られます。それから骨盤に対しては ASIS を前方から圧迫することで左右対称な寛骨を作る。それから仙腸関節を圧迫することによって安定性の高い、骨盤を作る。つまり対称かつ安定した骨盤を作るということが、これを装着することによってできることになりました。でそれによって、様々な効果が得られることが分かってきて、今に至るということになります。胸郭リアラインと骨盤リアラインの違いは、胸郭の方は対称化で可動性向上です。骨盤の方は対称化で安定性向上という役割になります。でこれらがうまく噛み合うと脊椎のリアラインができて、脊椎の可動性が改善したり痛みが軽減されたりします。でその結果、胸郭のリアラインがうまくいくと肩甲骨や頸椎の動きにも良い影響が出ますし、骨盤のリアラインがうまくいくと股関節機能が改善するということで、骨盤胸郭のリアラインは実は、少なくとも股関節から頭部までのこう全体の可動性や運動学的な異常を改善する効果が見込めるということになるわけですね。だから例えば野球選手が脊椎の可動性を改善したいという目的で使ってもいいし、肩の可動域を改善したいという目的に使ってもいいし、あるいは野球のバッターが股関節をもう少し動かして、いわゆる腰の回転、骨盤の回転のキレを作りたいとかという目的で使っても良いし、それぞれを、選手は感じ取ってこの器具を使いたいというふうに思うようになっているんだと思います。で、これが根本の最も重要な図というふうに言ってもいいかなというふうに思います。でさらに胸郭ユニットが何をしてくれるのかということを少しお話ししたいと思います。これエクササイズの中にも含まれているので、ご存知の方も多いかもしれませんが、胸郭を回旋します。でこの時にこのリアラインコア本体は回旋しないようにして、この上側だけを回旋するようにというふうに、アドバイスをします。この写真はちょっとねじれ全体がねじれてるんですけども、要するに大事なのはこの中位胸郭に対して上位胸郭がどのぐらい回旋するかということで、その回旋するときに目印となるのはこの胸骨と、これ右回旋をしている時の左の胸郭ですね。この胸骨と左の胸郭の横方向のズレの大きさが重要です。つまり回旋が大きくなればなるほど左の中位胸郭に対して胸骨はどんどん右の方に行くと、ということは逆に言うとこの胸骨に対しては左胸郭は拡張しているというふうに言えるわけですね。でそれを交互に左右繰り返すと、左右の胸郭が左右に拡張するという能力が改善していくということになります。だからこの回旋というのが非常にこの胸郭の拡張に大きな影響力を持っているということですね。で次がですね、これまでの基本エクササイズの中に含んでなかったんですけども、側屈、実はこの人モデルになってくれた人はピラティスのインストラクターもされてる人で、側屈非常に大事ですよということを教えてくれて、でそれから側屈を取り入れるようにしたんですけども、その肋骨の胸郭の側面の肋間の開大ですね、肋骨と肋骨の間の距離を開くような、肋間を開くようなストレッチが非常に大事で、なおかつこのリアラインコアを胸郭につけるとその効果が非常に高まるということで、側屈を取り入れるようになりました。後でまたエクササイズが出てきます。それからこれも上肢の挙上なんですけども、肩を屈曲前方から上げてきた時に上位胸郭は挙上します。でその時にこの中位胸郭も挙上しようとするんですけども、その挙上はこのリアラインコアによってブロックされます。だからこれ以上上がってこない。でこれを繰り返していると、今度は中位胸郭は拡張する方向に逃げていきます。上肢挙上、上位胸郭挙上で、中位胸郭は拡張という動きが一連の動きとして起こってきて、腰椎の代償を促すところまで代償の連鎖が伝わらないということが可能になります。つまり胸郭内でその動きを吸収できるということなんですね。だから見た目にはそれほど変わってなくても、この上肢の挙上の運動がこの中位胸郭の拡張によって代償されるということができると、肩が非常に軽くなるんですね。オーバーヘッドスポーツなんかだと、これを1回経験するとスポーツ前にこの運動をしないわけにはいかないというぐらいによく活用してくれるようになります。それから後屈は、これ胸郭の前面の伸長、前面というのは具体的に言うと鎖骨と第十肋骨の内側縁、この距離を伸ばすということですね。でそのためにこの胸郭の拡張を促しながら前後に圧迫するので上下にも伸びやすくなります。
これが挙上してくる、めくれ上がったように挙上してくる状態だと、後屈によって中位胸郭は挙上してしまって、あと反るのは腰部だけというふうになってしまいます。まあ、腰が痛くなる人の典型的な胸郭の硬さと腰椎の代償ということになると思います。この前方から手を上げる運動というのは、下後鋸筋の機能回復によく使えます。まあ、フロントレイズというふうに言っています。まあ、上位胸郭は挙上して、肩の屈曲が前提となって、胸郭の挙上と胸郭前面の伸長、中位胸郭の拡張という、これまで言ってきたことが、まあ、この四つ倍の中で、しかも下後鋸筋の機能を高めつつ、この動きを行うことができるという形になります。まあ、これらが胸郭ユニットの使用目的になってきます。だからその使用目的に沿った形であれば、ある意味ではあらゆる運動が可能になります。目的に沿わない運動をいくら繰り返してもあまり効果は出ない、あるいは効果を感じにくいかもしれませんが、これらの狙いが定まっていれば非常に効果が出やすいということですね。で、次、骨盤ユニットなんですけども、 SI ユニットはまずは四条面、これまあ足踏みをしていますけれども、股関節の四条面運動で骨盤は対称性を保持する。で、股関節機能はどんどん改善していきます。機能が改善というのは、可動性が高まって自動運動がスムーズに滑らかに抵抗なくできるようになる。まあ、これは一種のスパズムの軽減によって起こります。一種のと言ってるのは、痛みがなくても実は骨盤の安定性が低下した状態だと、まあ、いつの間にか代償的な筋の活動が起こっていて、股関節周囲は硬くなってるんですね。で、それがこのリアラインコアをつけて運動することによって初めて分かるのは、骨盤が安定するだけで股関節はこんなに軽くなるんだということに改めて気づくことができます。まあ、その気づき、まあ、その結果として股関節の運動が改善していく、軽くなっていくと、動かしやすくなっていくといったような面があります。それから前額面運動ですね、骨盤の横へのシフトなどが含まれますが、これは股関節を内転させながら骨盤は対称性を保持するということで、まあ、先ほどの四条面と目的は同じですけども、ただ運動方向が前額面方向であるということになります。それから次は水平面ですね。骨盤を回旋しようとするときに股関節の回旋可動性がどんどん向上していくと。で、これはスイング動作をするようなゴルフとか野球とかテニスとか、そういった種目をしている人にとっては、この回旋運動を繰り返すだけで股関節がどんどん回るようになっていく、骨盤が回るようになっていくので、まあ、非常にパフォーマンスとの関連性がこう感じ取りやすいといった面があります。それからまあ重要な点としては、大臀筋をしっかりと活動させるということで、まあ、大臀筋のトレーニングをと組み合わせるということは、種目は問わないんですけども、とにかく大臀筋の働きを改善するということに意識を置いた運動種目というのが非常に有効になります。それからもう一つは股関節の伸展のストレッチですね。これまあ大臀筋を活動させてもいいんですけれども、鼠径部を伸ばそうとしているのに骨盤が過度に前傾してくるということが起こると、鼠径部を伸ばしているんだか骨盤を歪ませようとしているのかわからないというふうな状態になってしまいます。ですので、骨盤の安定性をしっかりと確保した上で鼠径部を伸ばすという、単純なこの鼠径部のストレッチという見方もできるんですけども、その上でも骨盤のアライメントを保持しておくということが非常に重要です。まあ、こういった目的で骨盤ユニット SI ユニットというのを使いこなしていただければ、まあ、様々な症状に対して効果を得ることができると思います。まあ、症状に対してというか、そのアライメントを改善するという意味での効果が得られやすくなると思います。エビデンスなんですけども、あんまりまだ論文は多くはないんですけども、まあ、数本あるので、これは後でハンドアウトまた見ておいてください。これは産後、出産の翌日から使って、こういう運動、基本運動をして、アライメントが改善していくということと、まあ、痛みが軽減していくということですね。これ、アウトカムは PGQ という、ペルビックガードルクエスチョネアという質問紙なんですけども、これはまあ産後の骨盤痛に特化した質問紙で、まあ、それを見ると7点、リアラインコアを使ったグループが7点になっている。13週の時点で、E というのは、いわゆるスタビライゼーションエクササイズです。骨盤の安定化を目的としたエクササイズで10点。で、グループ C はコントロール群で14点ということで、R 群が最も優れた改善が得られたということ。それから、ビジュアルアナログスケールで見ても7.2、14.4、21.1 というふうに、まあ、R 群が優れていたということで、13週経った時点で見ると、痛みが大きく改善しているということがわかります。それからこれは介護士の介護現場での腰痛対策を行ったんですけども、コントロール群は腰痛がちょっと悪化傾向なのに対して、介入群、リアラインコアを作った群は改善傾向であったということになります。こちらは体をひねった時の痛みで、ここに有意差があったんですけども、体を反った時の痛みの方がより分かりやすい著名な効果が得られたというのがこの
論文ですね。それからこれは星先生が書いてくれたケースレポートなんですけども、まあこれ仙腸関節痛になって動けなくなっているのが、まあこれをつけてちょっと足踏みしたらすぐ前屈できるようになって、そのままその改善が維持できたという結果を論文にまとめたものです。痛み発症5日目の時点で全部マイナスになって、痛みと様々な誘発テストで陰性になったという結果です。最初はですね、発症1日目はマイナス60センチだったんですけど、それが発症5日目でプラス15センチになって、リアラインコアを使ったのはこの介入中というここですね、ここでマイナス40から0に一気に改善したという結果でした。まあ仙腸関節痛でもたまたまこういうふうに良くなる例もあるということです。で、リスクや禁忌については、これはあらゆるところに書いているので、マニュアル等を見ていただければと思うんですけれども、まあ基本はその骨が弱い人、あと内科的な病気もしくはリスクのある人には使わない。で、病院の中で医師の、まあ、ある意味監視下で、あるいはオーダーが出ている中で使うものは止めませんけれども、この禁忌というのは主にその病院の外で医学的な管理がないところで高齢者に使ったりだとか、あるいは1日10分以上ずっとつけっぱなしにして、鼠径部の血流がまあ制限されたりだとか、あるいは血栓ができてしまったりだとか、まあ、そういった心配があるのでこういうルールを決めています。ですので、まあ、医療関係者であればこれを読めば、まあ、どれもすんなり納得できることではないかなと思いますが、まあ、あとは痛み苦しみ不快感を伴うような圧迫を加えることはぜひとも避けてくださいということをお願いしたいなと思います。過去に起こった有害事象、1名だけ意識喪失が起こったという話を聞いています。まあ、すぐ回復したんですけども、周辺の人は迷走神経反射ではないかというふうに言っています。それから、まあ、急激な便意が生じたという、これはもともと便秘だったのかどうかちょっと定かではないんですけども、まあ、骨盤の動きが改善したのか急に便意が強くなったという例があったそうです。あとこれは時々聞くんですけども、外側大腿皮神経の一過性麻痺ですね、大腿外側がしびれた状態になると、まあ、長くても 2,3 日では改善するんですけども、特に初めて使う方には注意してください。あとは胸郭を骨の弱い人に使ったりすると肋軟骨痛が起こったりということが起こります。まあ、これもマニュアルに沿わないような強い圧迫を加えた結果起こったことで、特に胸郭については深呼吸はある程度制限しますけども、通常の安静時の呼吸は制限しない、つまり苦しくないレベルの圧迫で、それ以上の締め付けは避けてくださいということですね。だから、まあ、落ちない程度に締めておくというぐらいの状態です。その他また連続10分で1日3回ぐらいまでにしてくださいというふうなお願いになります。